今日フィオレンティーナ監督キャラモノの続きやっていきたいなと思います。今日は補強をやっていこうと思うんですけど、とりあえずはシーズンを終わらせて、次のシーズン入った段階で補強をねやっていこうと思いますので、2年目もありがとうございました。来シーズン CL 出ます。いくぜ。来年はより一層の改善を目指しており、引き続きあなたに指揮を取っていただくのが適切だと考えています。はい、もう無理やりでもね、監督やります。はい、ということで新シーズン入りました。でプレシーズントーナメントの招待来てるので受けていきます。まあやっぱだからもうね、プレミア勢にすっごい弱いので、ここで克服するためにまたねちょっとイングランドでプレシーズンをやろうと思います。はい、候補者リスト来ました。で本日獲得していく選手、まあ3から4人取っていきます。でまず1人目、ナポリ所属のラフマニ取っていきたいなと思います。センターバックかなり悩みました。でなおかつまだもう1人ぐらい取るかもしれないんですけど、ちょっと今日はとりあえずラフマニだけセンターバック取るんですけど、まあ、左サイドバックもできるので、なんか守備的にサイドバックを置きたいなってなった時はラフマニをそこで置いてやろうかなと思いました。まあ、ただねちょっとパスのところとかは怖いんですけど、まあ、ちょっとその単純なこう対人の強さとかディフェンスの能力を重視して、ラフマニを獲得しようかなと思いましたので、まず一発目ラフマニ取っていきたいなと思います。まあ1500万なのでそんなに今高くはないですね。ただ週給が6万なので、うまくちょっとやりくりはしたいなと思うんですけど、まあ、やっぱキエザとか今いる選手の週給とか曲げないとな。一応今トップがフィオレンティーナでキエザの5万7000 3000とかかなので、ちょっともうちょっと上げたいですね。まあ、ラフマニーに関してはリーグ戦は24試合出てましたね。10回無失点試合絡んでると。でレッドカード1枚もらってますね。イタリアカップでも4試合出ててそこでアシストしてますね。で CL でもレッドカード1枚もらってます。だからレッドカードをね2枚もらってると多いなって思うんですけど、まあそのねなんかアグレッシブさ、守備のとこでのアグレッシブさを買いたいなと思って、まあ、ナポリはねマノラスとかクリバリいるんで取っていいでしょうと、分けてくれよセンターバックっていう感じで。おっと、うわ高っ。なるほど、そんぐらいしないといけないのか。1750万、2000万以下でいきたい。2000万以下でいきたい。だから移籍予算めっちゃある。1億ユーロある。出た、考えさせてくださいやつ。考えさせてくださいやつはめんどくさい。はい、ではラフマニのねちょっと交渉がうまくいかなかったんですけど、2人目もやっていきます。で2人目はスピナツォーラ取っていきます。まあ、前回も昨シーズンですね、獲得試みたんですけど、まあ、振られちゃったというか、まあ、移籍金がちょっと高えなと思って断念してしまったんですけど、このタイミングでもう一回再チャレンジしていきたいなと思います。まあ、サイドバックに関してはね、その昨シーズンルイスが後半戦で怪我したりとかもあって、もうシュメルツァーしかいなくなっちゃったとかで、3人ぐらいは両サイドバックで持ちたいなっていう中で、まあ両サイドができるスピナツォーラを1人、だから両サイドができる選手を1人置いておくのはかなり有効的というか、もうすごい希少な価値だと思うので、希少な価値だと思うというか本当に大事になってくると思うので、スピナツォーラ取っていきたいなと思います。だから左サイドバックに関してはまあもう1人取るか、若手枠で取るか、まああとはラフマニが取れれば、まあ、サイドバックはいいのかな、左はいいのかなっていう感じですね。でスピナツォーラに関しては、あ、でも市場価値ちょっと下がってますね。いい感じにできそう。で、スピナツォーラは昨シーズンリーグ戦で25試合出てますね。で、1ゴールかな ?1 ゴールで、無失点試合3回絡んでました。で、CL も5試合、カップ戦は出てなかったですね。まあ、ナポリに関してもローマに関してもそうですけど、 CL が出れないのでフィオレンティーナはそこで CL が出れるっていうところをね、まあ交渉のうまくアドバンテージにしてやっていきたいですね。1000万ユーロとかでいけそうじゃない？なんかすごいいける雰囲気したんだけど、今結構僕直感とか予感がねすごい当たるので、これいけると思います。いけないやん。全然いけないじゃん。ダサい。何今の、すごくダサい。直感とか予感が第6感働くんですよつって、全然あかん。
あかんっていうね、今第6巻でした。僕の第6巻はちょっとうまかったね今。じゃあ1150万、徐々にね上げていく。まあでも今の感じだと1000、ほんと市場価値ぐらいで取りたい。あ、これで OK するか、めんどくさいし。縛りもね、もうやめました。うん、本当はねこういう時に縛りをつけてたらもっとうまくね、微妙な金銭交渉とかをね細かくやるはずだったんですけど、まあ、難しいので、まあ、普通にもう縛りはなくしました。さあ選手間合意向かいたいと思います。主力選手 A で、 A でちゃん、本土楓ちゃん、声優大好きなんでね、最近声優ブーム来てますよ。本土楓ちゃん42,500とか、そこはさ CL 出れるんでお願いしますよ、スピナターンって、スピナターンお願いって。無失点10試合したら、はい、30万、はい、破格です。これはスピナターンお願いって、お願い CL 出してあげるからお願いっていう気持ち悪。どうだ、おー、いい、契約ボーナスあげるから、契約ボーナス高くするから、これで、まあでもボーナスなくするからいいな。これでどう？イエス！イエス！クライアントがこのクラブに移籍を希望してる。やっぱフィオレンティーナのクラブ価値が上がってんだろうな。CL 出れるの本当に大きい。はい、ということでスピナツォーラは無事獲得決まりました。ということで最後か、まあ3人目とりあえずいきます。はい、3人目なんですけど、ラザラを取っていきたいなと思います。インテルの選手をまたしても取るというね感じなんですけど、まあ右サイドバックすごく悩んでます。今もマンカあれなんですけど、なんか悩んでるんですけど、何人か悩んでて、デシーリオとかも取りたくて、デシーリオもねサイドバック両サイドできて、周りクロス持ちとかですごく魅力的だったりとか、あとはホスメンサーとかもね、センターバックできるし、対人守備的なところで言うとかなりフォスメンサーも群抜いていいんですけど、うん、やっぱね、結構ちょっと、あれなんですけど、なかなか、こう、展望が見えないというか、どうしようかなと、守備的、3バックも考えると、まあ、なんかサイドバックの出る機会も減っちゃうかなと思ってたんですけど、だったらセンターバックもできるフォスメンサー取った方がいいのかなとも思ってたんですけど、いや、待ってよ、ラサロは、普通に4バックでやった時とかの攻撃的な能力、うん、っていうところですごく、サイドバックでさ、決定力71ってえぐいし、まあ、守備の能力もすごいなまったんですけど、今、守備の能力も、まあ、70はね、しっかり確保はできてるし、パス精度もね、ショートパス85もあるし、まあ、スピードのところではもう申し分ないと、クロスも82あって、ドリブルコントロールも85前後、これはもう取りたいってなった。まあ、ラザラはね、ちょっとインテルではもう、無理ですよ、多分、現実。今シーズンはメングラ行っちゃったし、まあ、昨シーズンもニューカッスル行っちゃったりとかで、まあ、インテルに来たんですけど、まあ、攻撃のところでもね、もっと精度よくというところだったりとか、まあ、守備のところももうちょっと強度を高めてほしいとかっていうところはあると思うんで、なかなかまあ現実では難しい、インテルでの出場は難しいと思うんですけど、まあ、別にインテル今率いてないや。フィオレンティーナにね、まあ、そういう多分ところもあるので、インテルからフィオレンティーナに、カモン、カモン、カモンっていう感じですね。で、ラザロに関しては、リーグ戦12試合。だから、まあ、そんなに起用はされてなかったんですけど、でも、24節時点では、1試合程度しか出てなかったので、後半戦はかなり起用はされてたのかなという感じですね。まあ、ただ、CL とか、カップ戦でも1試合ずつしか出てないので、まあ、出場機会を増やすためにも、まあ、フィオレンティーナに来てくださいということで、今から獲得していきます。1600万、もう一声、1700万、もう一声、もう一声、お願いします、お願いします、お願いします。イエス、よかった、やった。もう1500万前後、一応前後ではありますよ。200万ぐらいの誤差はね、前後ですよ。いや、だいぶでかいけど、若手何人取れんだよっていう。あ、とりあえず、まあインテルとの合意をできたので、ラザロとの合意向かいたいと思います。これでどう？お願いします、お願いします、お願いします、ラザロさん、お願いします。
OK。 うまく5万以下で、5万以下でね。 OK です、 OK です、 OK です。とりあえずスピナツォロとラザロの獲得はできました、まあ、なのでサイドバックの確保は成功しましたね。まあ、ラフマニに関しては、まあ、センターバックはまあまあまあ他にも候補はいるので、最悪うまく折り合いつかなかったらまた考えたいなと思います。で、まあ、左サイドバックもできるということでの思いでね、ラフマニア獲得しようと思ったんですけど、まあ、取れなかったらサイドバック、まあ、若手枠で誰かしら取ろうかなと思ってます。まあ、1人ちょっと目星の選手がいるので、その選手をまあラフマニアの獲得失敗したら、まあ、センターバック1人と若手で1人、サイドバック取っていければいいのかなと思いますので、とりあえず日程進めていきます。あ、そうだ、インテル全然若手使わないから、ちょっとエスポージド君取ろうかな。そう、取ろうって思ってた。これいけるかな。お、いける。エスポージド君取れる。マジでエスポージド君取りたいな。エスポ君は取りたい。エスポ君取れるのでかいな。2年行こうぜ、2年。だって使ってくれないもん、どうせ、インテルじゃ。2年間でもうね、4、5機倒すよ。まあ来シーズンできないですけど。OK。これでいいか。50-50。まあお互いね、50-50 で。監督誰？インテルの監督誰？エスポ君、あ、でも待って、また振られるパターンあるんだ。本人に振られるパターンあるんだ。振られました。なんで振られるの。何回も振られる。多分4人ぐらいから振られてるもんね、もうこれで。はあ、容姿変えようかな、整形しようかな。でラフマニに関しては2450万か、ちょっと高いな。1000万台がいいよ。これお願いします、お願いします、お願いします。サッカーの神様、ナポリの神様、ディエゴ・マラドーナ、お願いします、お願いします、お願いします。いや、よかった、全部2000万以下で契約済ませた。いや、これはでかい、これはでかい。エスポージト君に振られたがだいぶでかい。これどう、ラフマネの獲得は悲願ですし、多くの労力費やしてきましたが、オファー可能な契約、これが限界です。あ、でもいいや、5万1000なら OK。 まあちょっと3人連続2000万以下の4万台は難しかったですけど、まあラフマニの能力を考えたりとか、ナポリでの、昨シーズンの戦績とか考えると、まあ割といい方ではあったのかなということで、3人うまく獲得することができました。インテル、ローマ、ナポリから取れるのやばい。とりあえず守備はね、ほんと失点数減らしていきたい。あのリーグ戦ではもう20ぐらいがいいですね、うん、昨シーズンは40近かったので、まあ倍、2分の1ぐらいにはしたいなという意味を込めて、まあちょっと守備にね、あの補強を勢力上げて、まあこの3選手を取りました。まあ、なので、まあ、センターバック、もしかしたらちょっと今パロミの、まあ、カマラでフィリップスはまあ一応ボランチで使おうと思ってるんですけど、できるっちゃできる。でビリンデッリもサイドバックだけど、右のサイドバックだけど、できるっちゃできるっていう感じで、まあ全員入れると5人いるので、まあ、もしかしたらもう一人やっぱ取ろうかなとは思ってますけど、まあ、そんな能力の高い選手、若手枠とか、もしかしたらガチガチの主力を取るかもしれないですけど、まあ、ただホースとかもねあるかもしれないので、カマラとかねあるかもしれないので、またその時は、考えていきたいなと思います。で今後はね、ちょっともう苦しいんですけど、やっぱ放出とか選手の加入とかインアウトをね流動的にやりたいなと思うので、まあ、もしかしたら移籍リストとりあえず追加しないですけど、7月中に全然オファー来なかったら、もう8月の頭の段階で、まあ、放出したいというか、しようと思う選手はちょっと出そうかなと思います。まあ、なので、まあ、うまくね、ちょっとそうやってやるのは苦しいので、なんとかまあいいオファーが来てくれるのを願ってますね。まあ、ブラホビッチとかもね、いい若手ではあるんですけど、なかなか起用、昨シーズンもねアビラ・シメアノの活躍とかで出れなかったりとかもあるので、まあ、ただプレシーズンとかでうまく見極めて誰を使っていくかとかもうまく考えていきますし、フォーメーションとかもねじっくり考えていきますし、ドミンゲスとかもね、確かにコメントでトップ下もいいんじゃないかって言われて、確かにと思ったので、そういうところもね試していきたいなと思います、いきたいなと思っております。ということでね、今回はちょっと補強で終わっておりましたが、まあ、新シーズン入ったということで、次からはプレシーズンやっていきたいなと思いますので、またね次の動画も見てくれると嬉しいです。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしています。はい。
今日は以上です。ありがとうございました。